徳島県美波町日和地区。太平洋に面し、山と海に挟まれた小さな町です。体育の日を控えた10月の土曜日、1351年の創始と伝わる地元の氏神日和佐八幡神社では、秋の例大祭の初日を迎えていました。境内で今しも組み上げられているのが調査と呼ばれる太鼓屋台。地元では親しげに太鼓と呼んでいます。もともとはいわば神輿のお供にあたる屋台ですが、ここでは地区ごとに8基の調査が毎年その威勢を競い、祭りを盛り上げる主役となっています。午前9時、まず神輿が町内巡行に出発します。神輿町内巡行が始まっております。平成29年度です。江戸時代に疫病が流行りまして、その神輿に御霊を乗っていただいて、町々を回ってその疫病を収めていただく、また皆様方の商売繁盛ですとか家内安全です、そういったことをお願いするということで、神輿が町内を巡行しまして、そのお供として各町の8台の調査ができまして、そして、今の祭りにつながっております。一方、組み上げられた調査は午後に行われるこの日一番の行事、太鼓町回りに備え、それぞれの地元へ引かれていきます。開始を待つこちらの調査は桜町。年ごとの持ち回りで決められる序列で、今年の一番太鼓になっています。正午の花火の合図で8基の調査が一斉に町内全域を練り歩く太鼓町回りがスタート。町の人たちは玄関先で調査を待ち受け、お花と呼ばれるご祝儀をことづけます。調査はその前につけ、激しい太鼓の音色と威勢のいいさせさせの掛け声を返します。太鼓と声の音玉で1年間の罪や汚れ、邪気を払いのけるのだといいます。やっぱりお祭りがなかったら寂しいね。もう地の人の本物のお祭りですね。八木の調査は町ごとに異なった衣装とされ、てっぺんの五重の布団と結び飾りを見れば見分けることができます。古い町の名残である狭い路地にも、地域の家を一つ残らず全て回る意気込みで、大きな調査が器用に入り込みます。かつて人の手で担いでいた時代には、家にぶつかることもしばしばだったといいます。日和佐地区は山と海に挟まれた南北1キロ余りの小さな地域ですが、室戸阿南海岸国定公園の美しい海岸線や四国88箇所の札所、薬王寺、日和佐城や漁師町の佇まいなどがぎゅっと詰め込まれています。こうした風情ある町並みを調査が進んでいく様も、この祭りの大きな見どころです。担ぎ手や太鼓の打ち子に随所で食事を振る舞うのを当屋といい、こちらは女性たちの役割です。おみこしさんがその当屋のお家にお座りになって、おかみさんが一緒にいてくださる、もうずっとついて回ってくる。神様にご飯を作ってるみたいな気持ちもあるんでしょうかね。そうです、もう本当にそれが一番かも分かりませんね。
担ぎ手の中に赤い法被を着込んだ人たちが見られます。やはり都会に出ていく人が多くて、祭りの維持が難しくなっております。徳島大学であったり徳島市立高校であったり企業であったりっていうところがですね、支援をしていただくようになりました。今は80人ぐらいの方たちが担ぎ手として参加をされております。超楽しいです。みんなすごく優しい。綺麗な街ですね。環境がすごくいいですから、みんなもう親切でいい街だと思っています。夕方の6時になるとようやく八幡神社の境内に調査が姿を見せ始めます。調査の期間を待って地元小学生の巫女による舞や奉納演芸などの宵宮が行われます。本祭りの日は朝から調査の担ぎ棒が組み替えられます。車輪を外し重さ1トンに届くという調査を全て人の手で担いでいくため、50人以上で担げる大きな担ぎ棒にするのです。担ぎ手の数も増え気持ちも入ります。はい、この音でいっぱい悪いものを跳ね飛ばして頑張って。みこしが出立していきます。この日は神社のすぐ先から大浜海岸に出て、浜にしつらえられたお旅所へ参るお浜入れと、神社に祈願するお入りの往復のみの行程。ほら、3から1まで行くぞ。続いて調査が一番太鼓から順に出立します。お旅所の正面に海の神様、大和堤の神を祀った辰島があります。漁師町として発展してきたこの地域の人々は豊漁への感謝と祈願を込めてここに参るのです。私高松から今日来たんですよ。で、こんなの生まれて初めてで大変感動して。祭り最大の見どころが始まりました。荒波の打ちつける10月の太平洋の海に重さ1トンの調査もろとも勇ましく入り込んで心意気を示すのです。一番太鼓桜町も満を持して海に突入。和田摘みの神のおわす辰島に届かんばかり。
大量祈願、また会場安全、交通安全、それからもちろん町内の伊朝かますますの繁栄を記念することもあるんですが、塩で清めるということ、またあの神輿も海近くまで行きますのは、お神様の力を一層強くして、氏子をお守りいただくというようなことでさせていただいているところでございます。助けられて、なんとか一番太鼓の責任者とやってこれました。本当にありがとうございます。いや、この経験は多分ほんま人生で絶対味わえん、もうこれ1回だけ限りの経験でした、ほんま。各地区の調査が続々と奇遇を果たしていきます。納屋の前での太鼓を打ちやめると、そこでその地区の祭りはお開きとなります。八番太鼓本町が今最後の太鼓を終えました。徳島県稲美町の日和佐八幡神社秋祭りは、第21回ふるさとイベント大賞のふるさときらり賞を受賞しました。外部の方に認めていただいたっていうのは、地元にとっても本当に嬉しかったですし、励みになったと思ってます。僕はこの祭りにかかる準備というか、一年を通じてここへ来るまでの日が大事なんだろうなと思ってます。でそれがあるからこそ祭りがあるし、祭りがあるからこそその日々の暮らしの中でみんなが仲良くやっていけるっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。日和佐八幡神社秋祭りは、氏神を中心に住民が暮らしを営んでいた古き良き地域の在り方が見える祭りです。